土佐へ行くにもまだ時間があるな。斉藤、俺が稽古つけてやろうか。いいだろう。そういや、入隊試験以来やな。お前と剣を交えるのも今回は本気でやらせてもらうで。お前が本物の剣士かどうか見極めたる。俺も本気で行くぞ。俺をがっかりさせんなや。勝負や、斉藤。さすがや、ますます強なっとる。稽古したかったらいつでも俺に言ったらええ。相手するで。今日の町での生活もこれが最後になりそうだ。斉藤君、そういえば君とは一度も直に剣を交わしたことがなかったな。どうだ、ここで一戦交えてみないか。いいだろう。君の強さは十分知っている。だが私も伊達に副長を務めてないんでね。それでは本気で頼むよ。いざ勝負。さすがだな。なかなかいい試合をさせてもらったよ。私でよかったらいつでも相手させてもらうよ。はじめちゃん、今
京の町でやり合うのも最後になってもったな。そうだな。土佐へ行く前にわしと一勝負せんか。いいだろう。さすがはじめちゃんや。わしも体がなまってしょうがなかったんや。ほな行くで、はじめちゃんや。一段と強なったんとちゃうか。そうかもな。わしと勝負したかったらいつでも言ってや、相手になるで。